おはようございます、す榎本隆ですえ今日のテーマはお店をステージと考えようという話をしますえっ、ー、とですねやっぱりその店舗っていうのはお店っていうのは調理場もホールも含めて、えー、これはステージであるっていうふうに考えるっていうことですねでそのステージに立っている、えー、店主そしてスタッフは、えー、役者である見られている役者であるっていうことを意識するで本当にねお客様っていうのは、まあ、商品待つ間でもそうですけども すごくスタッフのことをよく見ています。で、スタッフは見られてるっていうことをしっかりと意識して、そして見られているのであればどういった動きをするのか、そしてどういった身振り、手振り、そして表情をするのかっていうことを意識してお店作りをしていくといいお店に仕上がってきます。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。